平野紫耀、香港のルイ・ヴィトン賞で国宝級ファッションを披露。歯磨き姿にハンキュン歓喜。元キングプリンスへのメンバーで、神宮寺ゆうタとキシゆタと共にナンバーアイを結成した平野紫耀、26歳、が香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024年プレフォールメンズファッション賞に招待され、その姿が SNS で話題となっています。 ファンからは、国宝級、とまで評されるファッションセンスや、歯磨き姿に対する歓喜の声が続々と寄せられています。さらに、彼のファッションがアニメ、鬼滅の刃のキャラクター炭治郎を彷彿とさせ、ファンを驚かせています。香港賞の一コマ平野仕様は、香港で開催されたルイ・ヴィトンの2024年プレフォールメンズファッション賞に招待され、 その様子を自身の SNS で公開しました。彼がグリーンのダミエ柄のスーツに身を包み、その場で歯磨きをしながら鏡で自撮りする姿が写真に収められ、これが大きな話題を呼んでいます。国宝級ファッションの賞賛ファンからは彼のファッションに対する賞賛が相次いでいます。 国宝級最高に素敵だった世界の平野仕様にまた一歩、全身世界のセレブの仲間入りといったコメントが多く見られその洗練されたスタイルが国際的な舞台で認められたことが伺えます。歯磨き姿に、キュン氏続々平野仕様が歯磨きをしながら自撮りをする姿に対する反応も熱狂的です。歯磨き紫陽君の写真が、 宝物歯磨きしながらの鏡越しに目が合うのキュンとしすぎてしんどい。などファンたちの心をキュンとさせる瞬間が SNS 上で共有され、話題になっています。鬼滅の葉キャラクター丹次郎との比較ファンたちの中には平野耀の着用した緑×黒の一末模様だ見え柄がアニメ鬼滅の歯のキャラクター丹次郎を連想させるという声も多く聞かれました。綺麗な墨次郎 炭治郎に見えた令和の炭治郎を見たい上質な炭治郎といったコメントが寄せられ平野様のセンスがアニメファンをも虜にしている様子がうかがえます。日本のアイドルが国際的なファッションイベントに登場平野様が香港で開催されたルイ・ヴィトンのショーに招待されたことは、日本のアイドルが国際的なファッションシーンで一線を画す一例といえます。 これは日本のアイドルやアーティストが世界的なファッションブランドに認知され、招待されることがますます一般的になってきていることを示しています。平野市用のこれから今回の香港でのファッションショーへの招待は、平野市用の国際的な活動の一環と言えるでしょう。これをきっかけに彼の国内外での知名度が一層高まり、 異なる分野の挑戦や国際的な交流が期待されます。彼の今後の活動にファンたちはますます期待を寄せていることでしょう。平野紫耀が香港でのルイ・ヴィトンのショーに登場し、その国宝級のファッションセンスや歯磨き姿がファンを虜にしました。国際的なファッションイベントへの招待は、 彼のこれからのさらなる飛躍を予感させるものであり、ファンたちはますます彼の活躍に期待を寄せています。平野仕様のきらめきはこれからも世界中で広がることでしょう。